大嘘ぶっこいてます。実はこれ、未来の総理への踏み絵なんです。やっぱ やっぱり何かかがおかしい今国がすごい勢いでおティクワを食べてパトラッシュしてしまった人たちの認定を行っています。実は今年すでに700人超えの認定がされてると。300億円以上の救済金、これ税金なんですけど支払われることが決定していると。1970年代からの50年間で新型の豚ゴリラ以外のおティクワを食べてあれしてしまった人の数って 認定されたの151件しかないんですよ50年間で151件これをたった3年で4倍以上の認定が出た これでもなお、おワはいいものですよねって、大手を振って政府は言えるんでしょうか。去年の末から巨大訴訟がすでに始まってて、今、弁護団がすごい情報を集めているところなんですけども、まあ、このね、訴訟の焦点って、まあ、国がそれを後押ししたかどうかってとこなんですよ。これ国を相手に訴えてるんでね。 で、これに関して最近ちょっと妙な動きありましたよね。有名 YouTuber のはじめ社長がある動画を非公開にしたんですよ。これは数年前に当時オティクワの大臣でいらっしゃられた河野大臣と一緒に おティクワってめっちゃいいんですよっていう内容の動画だったんですよ。これむちゃくちゃバズりまして、はじめ社長って、まあ、若者もね人気ありますから、これを見て、はじめ社長が言うなら僕もティクワ食べますと、まあ、言った人も多くいたわけなんですよ。その中には点点点と。で、この動画をなんで非公開にしたのか。本人曰く、まあ、誹謗中傷とかありもしないことをたくさん言われるから非公開にしましたと。時代に鑑みてっていう話だったんですけど、 実はこの集団訴訟の際にとんでもない証拠になってしまうということを懸念した政府サイトが 一旦非公開にしようって言ったんじゃないんですかって話なんですよね。まあ、動画の中でね、おティクワを食べて、ポンポンが耐えたくなることなんかありませんよってバッチリとあの大臣言ってたわけなんですよ。ね、これって、法人が言うべきことだったのかななんて思うわけなんですけど。ね、この人、現在はデジタル庁を支配してるじゃないですか。最近またやらかしてるんですよね。イギリスの BBC に出演した大臣。 その中でマイナンバーカードが話題になりまして、シンガポールはこのマイナンバーカードに関する職員が何千人もいるのに、日本は700人、全然いけてないですよねってちょっとチクッと言われたんですよ。これに対して反論してマイナンバーカードの配布は成功していると。私たちは強制なんかしてませんよっていうとんでもない嘘を全世界に発信してたんですよね。 まず成功しているっていう点ですけど、数多くの不具合が日本中で出まくって、避難合合。でも本人たちは絶対にやめないって言い張ってる。これ。強制しないと言いつつ、すでに携帯電話の免許検眠確認が廃止されて、 マイナンバーで確認するっていうのが義務化されたり、紙の保険証もあと数ヶ月でなくなるという事実上義務化が進んでいるにもかかわらず、この人はこんなことを言ってるわけなんですよ。なんで彼がマイナンバーカードをここまで推進するのかそれは職務に忠実だからなのだろうかいや、違うんですね。さっきシンガポールの話も出ましたけど、実は マイナンバーカード。このデジタル管理っていうのは、ダボス会議で世界のエリートたちが推進していこうって決めたアジェンダなわけですよ。日本の総理大臣って、まあグローバリストの代理人っていう林千勝さんの超名言があるんですけど、まあこれって、小野絵踏丸内閣の時から始まってて、彼は第二次大戦末期に勝ち目がなかった日本を 最終戦争に借り出したんですよ。これなんでわざわざ負けるような戦いを彼は支持したのかっていうと、戦後、日本が統治された後の藤原氏の再興を約束されたって言われてるんです。これ、要するに彼らのために内閣が作られてたんですよ。その歴史は未だに続いてて、長期政権を許される総理大臣っていうのは常に彼の国の要望を満たしてきたわけです。しかし、 折りで反抗する総理大臣はその職を追われたり命を失ったりしているのです。デジタル大臣の河野さんは未来の総理大臣って言われています。彼はアメリカ留学時にそれを約束された超エリートなわけですよ。そして彼が今推し進めているマイナンバーカード、デジタル管理っていうのは世界政府が求めているミッションなわけですね。国内では某国の マイナンバー偽造工場っていうの複数摘発されてるんですよ。数年前に年金機構から日本のマイナンバーが数百万件かの国に流出したって言われてるんです。この時に多くの個人情報はかの国に渡っていると。だからこそ日本で偽造工場で簡単にそれが作られているわけなんですよ。まあ、これって大問題のはずなのに一旦やめるとか。 一旦中止するなんて言葉は一切出てこない。それどころか BBC を使って大々的に 成功を宣伝している始末ということで、これは困った話ですね。マイナンバーカードの内部告発の話知ってます平成27年にこの制度が始まった時からマイナンバーを担当している職員さん。その時に、ある大義士と話した内容っていうのがめちゃめちゃ興味深いんですよ。その大義士曰く、我が国の財政赤字は生産するときは必ず来るから、国民の財政予貯金に対して、個人資産税を新設し、課税 回収するしかないんだタンス貯金をしている連中のあぶり出しには診察を発行するのが有効で銀行窓口でマイナンバーカードを使って旧札を診察に両替させるときに個人資産を把握するためにあるんだよとこれは個人資産税を取るための不責なんだよって当時の代議士が言ってたらしいんですよ ま、憲法改正とかね、緊急事態条項とか、まあ、やばいことを推し進めている形跡は多々見られますけど、つい最近診察に切り替えられた日本の紙幣。これって実はマイナンバーカードとセットのとんでもない闇計画の可能性があるのです。まあ、最近ではね、あの、免許証の更新の時に、マイナンバーを持ってたら、オンラインで更新切り替えできますよっていう。あれ、めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。それが家でできたらめっちゃいいですよね。でもこれ マイナンバーカーカドがなないいとできないんできんすよこうやって徐々に外堀を埋めていって、あなたの資産が狙われているかもしれないと。そしてそれ誰の指示やねんと。 なぜ BBC を使って成功を大々的に宣言する必要があるのか。それは進捗の報告であるっていう話なんですよね。すべてはニューワールドオーダーに向かって突き進んでいるっていう話なんです。現在パリオリンピック行われてますけど、開会式から色々と問題が出て大炎上しております。つい昨日も女子ボクシングの試合で、 xy 染色体を持つ選手が女性ボクサーに勝利したんですよ。これ実は一部誤解されてるんですけど、いわゆるトランスジェンダーの方が出場してるわけではないんですよ。染色体の話なんで。でも一個問題があるとすれば、実はこの選手、直近の国際大会では女性としての出場を認められなかったんですよ。にもかかわらず、パリ五輪は今回開会式からもわかる通り、フランスは多様性大好き国家ですから、まあこれを認めたわけ なんですその結果、女性選手が一瞬で危険を決めてしまうぐらいの試合になってしまったわけなんですよね。まあ、この問題って複雑なんですけど、まあ、このジェンダーの問題って、今、世界中でいろいろと言われてるじゃないですか。まあ、これって、でも、トドのつまりは、既存の家族制度の崩壊を狙ってるんだ。と、私は見ていて、まあ、分断させようとしてるっていう話なんですよ。まあ、日本でもね、夫婦別姓とか、親権問題とかで、最近、法律の変更。 いろいろとありますけど、もうあれって最終的には天皇の一族のがかいを狙ってるんだと。今スポーツ界ってこうした性の問題でむちゃくちゃになってて、おかしなことになってるんですよ。それには政治も多分に絡んできてて、日本でも去年 L で始まる法案通っちゃいましたけど、 これから今回のオリンピックで起きてる混乱以上のものが日本にも来るんですよっていうのは皆さん肝に銘じとかなければいけない。でもそれって実はマイナンバーやオティクワの問題と イコールでであるると誰がこれを推進しているんですか性別の垣根、そして2025年の万博では、ついに私たち肉体からも解放されるかもしれないんです。その先に待っている社会は果たして、 光か闇なのかということで、ハロー YouTube 下ネツさんのニュースの猫カバンにやってもてえ、どんぶか闇ニュースを送れてもらた。なんか何日か前の動画で、髭が一本だけ長いみたいなことをちょっとネットで書いてる人がいて、なぜ一夜にして髭が一本だけ伸びるって書いてあるんですけど、いやこれ髪の毛じゃね妖怪かやっぱゴムかはい、ゴムです。の中ではね ゴムではありますゴムスですかないですビローンこっちみんないけるいける,い,るいわゆるゴリラゲームですわなってことやなんか最後赤兵やりたくなったんでですわな 「ディーにつかやもあぶがりる」「ひとつまの手料理食べたいなあしたも